マスクドコメディアンの覆面ラジオ。はい、というわけで始まりましたマスクドコメディアンの覆面ラジオ。お相手は私、謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございますく、よろしくお願いいたしますく。パチ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 からの8888というわけでございまして、皆さんやっていただきましてありがとうございます。誰もやってへん中年ね。さあ、今回もですね、質問箱の質問に答えていきたいと思いますく。今回の質問はですね、こちらです。でん。受験勉強の思い出ありますかというご質問です。ありがとうございますく。受験勉強はね、僕一回だけ高校受験の時に受験勉強というのを経験してるんですけども、どんなやったんですかね、もうかれこれもう結構前のことなんですけども、確かね深夜ラジオをね聞きながらやってたと思うんですよ。ヤングタウンっていうね MBS ヤングタウンというのをね、毎日聞きながらやってまして、火曜日やったかな、カモン達夫さんと善次郎さんの時が火曜日やったかな、曜日がありまして、それをね、一番よく聞きながら、聞きながら勉強ってもおかしいんですけど、受験勉強の時よく聞いてましたね。で、コーナーとかにね、はがき書いて送ったりして、なんか、パスケースとか、なんか、いろいろもらった、テレホンカードをね、もらった記憶がありますね。で、それやりながら、聞いて、で、もう少し時間遅くなると、ヤンタン終わった時間頃かな、ちょっと休憩ということで、夜食を食べながら、コーヒー飲んで、またちょっと休憩がてらテレビを見るんですけども、その時ね、深夜番組で、電動くるくる大作戦っていう番組がありまして、雨上がり決死隊さんとかベーブ・ルースさん、バッファロー・ゴロさん、藤原さん、そしてテンションさんっていうね、方がやっておられた深夜番組があったんですけども、もうそれを見てね、休憩の時、当時ね、その深夜にね、お笑い番組が結構あったんですよね。で、休憩ということにして、そのお笑い番組を見て、終わったらまた勉強して、で、寝てたという感じでしたね。ほとんどだから、深夜ラジオと深夜番組をメインに、勉強よりもそっちの方がね、メインにやってたような気がしますね。だから、おかげさまでその高校は合格させてもらったんですけども、今思えばね、その学校の勉強をしてたより、なんかお笑いの勉強をしてたような気がしますね。はい、その時の受験勉強という名のお笑いの勉強があったから、今のね、自分があるかもわかんないですね。ちゃんと勉強せって話なんですけれどもね。はい、そんな思い出がありますね。はい、というわけでですね、今回の質問箱の質問に答えさせていただきました。まだまだね、質問箱の質問いっぱい残ってまして、なかなか追いつかないんで、ちょっとまたね、まとめて、ちょっとずつ答える回も作っていこうかなというのも考えておりますが、というわけでね、マスクドコメディアンの覆面ラジオでした。ありがとうございますく。